はい、こんばんは。これ、高校2年生、当面の2年生に聞かれた問題です。2015年、前頭マーク、数 1A、高2。この問題、第4問ってやつですね。見えるかな？箱の中に赤色、青色、黄色のカードがそれぞれ4枚ずつ入っています。それぞれの色のカードには、1から4までの番号が付けられています。この12枚のカードが入っている箱の中から3枚のカードを同時に取り出す。あとはちょっと問題省略しますけども、問1、で、問いの2、で、問いの3、こう書いてます。これちょっと生徒から借りて、まあコピーしてるだけですけども、でも説明しますね。はい、じゃあ今こういう状態ですね。赤1、赤2、赤3、赤4っていうふうに、まあ赤が 4つ、青4つ、黄色4つ、番号が打たれてると。で、1番。まず3枚のカードが全て同じ。3枚のカードが全て同じってことは、まず赤色が全て同じってことは、だから赤から3枚こうやって取るんですよね。それがじゃあ4枚から3枚選ぶだけ。順番関係ないからも P じゃなくて C ですね。だから4通りと。まあ言い換えたら選ばれないのが4通りありますよね。1番を選ばないで3枚選ぶと。2を選ばずに3枚選ぶと。っていうふうに選ばれないのが4通りだから結局4通りですね。で、次。それで赤も4通り、青も4通り、黄色も4通りだから足せばいいですね。4足す4足す4。答えは12と。だから赤が4、EU が12と。で、次。3枚のカードの色がすべて異なる。3枚の色がすべて異なるってことは、赤、青、黄、だから赤色の番号の決め方が4通りありますよね。まず、赤だけで4通り、青だけで4通り、黄色だけで4通り。ってことは、さっきは足したけど、今回書きましょうか。4×4×4 で64通り。つまり、赤、青、黄って出すじゃないですか。赤、青、黄。で、赤だけでも4通りありますよね。1、2、3、4。で、青だけでも1、2、3、4。黄色だけでも1、2、3、4。ということは 4×4×4。ってことで、64通り。これが、O かの解答か。O かの解答。いいですかね。はい。で、次、カッコ2番。カッコ2番。3枚のカードの番号は全て同じ。3枚のカードの番号は全て同じ。っていうことは、これも、3枚のカードが同じと。1だけ、2だけ、3だけ、4だけ、まあ、4通りですね。それで4通り。まあ、計算でも何でもなくて4通り。で、次が、3枚のカードの番号が全て異なると。3枚の番号、ん ?3 枚のカード、何だっけ ?3 枚のカードの番号が全て異なるってことは、1、2、3、1、2、4、1、3、4、2、3、4か。だから、4、4、3ですね。4、4、3ってことは4通り。だからこの4通りですね。4通りなんだけども、番号がすべて異なるんだから、まあ番号今これです。異なってますよね。ただし、それぞれ色がついてます。1だけでも赤、青、黄。2だけでも赤、青、黄。3だけでも赤、青、黄。ということは、4C3 っていうのはこの4通りってことですよ。この4、まあ、つまり4通りです。4通りなんだけど、それぞれ赤が、赤、青、黄があって、また赤、青、黄があって、赤、青、黄。ということで、108通りか。もう一回言いますよ。1、2、3を選んだとしたら、1だけでも赤、青、黄があると。2だけでも赤、青、黄がある。3だけでも赤、青、黄。ということで、これの4通りで、3×3×3 と。答え108通り。これが空傾向か。空傾向です。で、次。カッコ3。カードの取り出し方は、だから、これ全部で12枚ですよね。全部で12枚。全部で12枚。だから、12枚から3枚選ぶから、12C3 と。これ、計算合ってるよな。ちょっと計算自分でやってください。220。これがあとこれ分母になります。サシス。で、次。取り出した3枚のカードの色が全て同じか、全て同じか、色が。何だっけ。全て番号が同じと。これどれの回答だったっけ ?3 枚のカードの色が同じっていうのは EU か。EU ですね。これが EU と。で、3枚のカードの番号がすべて同じ、色が同じが12通りで、色が同じが EU ですね。で、同じ番号っていうのがどれだっけ木か。木の回答ですね。これ4っていうの。で、これダブルことあります ?3 枚がすべて同じ、赤みたいなんですね。で、同じ番号って赤1、青1、黄色1だからダブルはないですね。だから16ですね。16。ということは、220分の16ってことで、正相他の回答は55分の4と。あれ、W ないの ?W ないの大丈夫ね。じゃあ、55分の4と。で、次。これがめんどくさいんか。最後の問題。3枚のカードが、すべて色が異なると、すべて番号は異なると。これ、どれの回答だったかっていうと、すべて
色が異なるのがどれだったっけ、色が異なるのが、桜花の回とか、桜花の回と64ですね。で、すべて番号は異なる。番号は異なる、クケコか。クケコの回と108ですね。で、これダブリありますかね。ダブリがなかったら足して、さっきの220分のこれ足すこれにするんですけども、ダブリがね、例えばね、赤青黄ってあるじゃないですか。赤青黄。で、すべて異なりますよね。でも、番号が異なるって書いてあるけど、例えば、222とかならいいですよ。222とかならいいんだけども、123とか124って、色も違うんだけど、番号も違いますよね。色も違うんだけど、番号も違うって、つまりダブリがいくつあるかと。ダブリがね、こうないですか。赤、青、黄で、例えば、123もあれば124。こう書いていくと、赤が1の場合が6通りあると。で、赤が2の場合も6通り、赤が3の場合も6通り、4の場合も6通りと。で、24通りないですか ?24 通り。つまり、4×3×2 でいいんだけど、24通りやります？わかりますよ。これわかりますよね。その3枚とも色が異なるのが64通り、すべて番号が異なるのが108通り。で、これとこれのダブリが、例えばね、もう一回言いますよ。色が異なるだから赤、青、黄って出したとしましょう。赤、青、黄。で、これが333とかその444って数字が一緒だったら、これとこれ重なることないんですよね。でも、色が異なってて、番号も異なってたら、両方ダブってるのがあるはずじゃないですか。つまり、これが A の集合、B の集合だったら、こう、A の集合、B の集合で、ダブリがあるはずですよね。そのダブリを引いちゃわないといけない。ダブリを引くために、色が異なってて、すべて番号も異なるのが何通りあるか考える。そしたら、今の24通りですよね。今の24通り。いいですか？漏れはないよな。24通り。だから24引きましょう。これ足すこれから24引きますよ。じゃあ220分の64足す108引く24。これ計算合ってるよな。ちょっと計算自分でやってください。最後の回答55分の37と。いいですかね。ちょっと計算自分でやってください。ちょっと真夜中だから、ちょっとボケてるので、私が。はい。じゃあ以上です。ここ2年生頑張れ。